珍しいですね。いつもクロープやるとして。そう。じゃあ、この後終わりやと思う。終わりやから。ちょっと、リゾートっぽくしてみました。しかも、なんか。50したよ。ああ。
屋で絶唱しましたね、このもうエコーガンガンに結構ガンガンに聞いて、ね、最近あのカラオケで練習してるもんですから、ね、まあでもいいですよね、カラオケなかなか時間に余裕があるのでね、時間に余裕があるので、ね、それがもう何より、うん、で、終わったら必ずね、来週いついつまた予約お願いしますって言ってね、それもできますしね、スタジオになった、うん、そうなんです、前はスタジオがね、もう2部屋しかなかったもんでね、もう撮れないとどっか違うとこ行ったりしてね、結構大変でしたけども、今回は、ね、私たち、あの、私が大阪市内にシティガールで、こちら、ただののカントリーボーイなんですこう、ちょうど中間地点っていうのがね、ちょっと、あの、京阪沿線の方になってしまうんで、伊藤さん、よく知ってるってね、大和田の駅ね、大和田、私の通ってた学校がそこでした、タイミングが聞いてないそうそう、思い出深い駅なんだね、いやあ結構あの行ったん行かれんかったら卒業できてないあかねや、あかねや結構必死に必死に最後必死の感じで行きました、ね、なんかもうええでではさらにクラバーへかよろしくお願いします。Thank you.
我々世代には懐かしい曲でございます。多いのね。最近養蜂の懐かしいね、こんなあのダンスナンバー、ディスコナンバーみたいな、自分らの中では結構流行ってて、やってるんですけどもね、あの次の曲もね、そんな感じの曲なんですけど、これインサさん知らなかった。そう。こっそり若さアピール。ちょっと前で違うからな。若干知らなかった。私もっと知らないかも。カップル曲してるもんね。気にしてた。でもチラちゃんの変わらないね、年は。今年40になりました。チーが1個下。1個下か。でもあの子フル曲してる。うん。お仕事上。入場がやってね。では行きましょう。はい。ワン、ツー、ワン。
でした。めいこさん。中原めいこ。あら。違う。竹内まりや。竹内まりや。出てきちゃってたよ。嘘やんいう話をしてた。その曲アップルパップルなんとかかんとか不思議なピーチパイ、あーそやーそんな感じや、ちょっと似てたけど追いかけないあのグッタイミング、これね、現れた人はこれが、ね、ビーチバーです。はい、はい、では来年のまたやりましょう。結構覚えてるのがここやからね。うん、まあそうそう、やるって言ってましたよね。太田とかに言うていくから、ね、メッセンジャーとか飛ばさず。いかに僕は適当に喋ってる。ではこちらも、はい。うん。うん。うん、これもダンスマンがやるのかな、やるのかな、やっと歌いやすくなりました、うん、これ、はい、うん、ワン、ツー、はい、¡Gracias!
そんな感じで、今日はね、洋楽全然やってないですけどね、洋邦のポップスとかね、古い歌謡曲とかやってもう7年ね、今年の6月で、結成して丸7年になりました。ね、今日はあの学生時代のね、ゆかりの方がたくさん来ていただいてますけどもね、あの本当に最近つながったってね、4日前、先週末ぐらい、うん、でもね、本当になんかこう、何十年ぶりに会っても、ね、全然こう、なんかその時を超えてというか、あのすぐ昔に、ね、不思議なもんでね、あの全然変わらないというか、僕も音楽やり始めて、あのいろんな、ね、先輩後輩で同級生とかね、いろんな人とまた高校よりもっと前、中学生とかね、の時の知り合いとかともあったりするんですけども、本当にこう音楽がこういろんなものを引き合わせてくれてるのかな。音楽やらないとなかなか合わないんですけど、ね、うん、音楽やってる分にはこうあのいろんな方とこうやってお会いできるというか、本当に今のこの年になるとありがたいことだなというふうに思っていますけども、まあ、我々ね、オリジナルもやってるんですけども、次は今のところ一番新しい曲なんですけど、今日はあの前で見てくれてるたまちゃんね、こちらご夫婦なんですけどもね、ね、あの1年前にね、あのこのお店でウェディングパーティーというかね、あの結婚式を挙げてね、僕らも呼ばれて何曲かやらせていただきましたけども、あの去年のね、7月の暑い時に結婚して、で、その彼女が、あの、ケイチさんこれね、詩を書いたので曲をつけてくれませんかということで、僕、先日ながらあの曲をつけさせていただきました。今日ね、ちょっとひどい雨でしたけどあの、この曲のタイトル、優しい雨という曲なんですけど、ね、聴いていただきたいと思います。
ありがとうございます。イエーイ、勝てなかった、勝てなかった、今年は危なかったね。こうやってね、僕もね、人のね詩に曲をつける勉強になりますし、いい経験になったかな。なかなか詩が先にあるとね、難しいなと思いますけどね。曲を先に作るもんですから、ね、まあでも玉さんの書いた詩をなるだけこう忠実に表してね、作ったつもりなんですけども、またこれからも大事に。頑張ってね、お仕事の方、お仕事に励んでいただきたいなと思います。今週もね、後半に入りますので、なんとかもう一踏ん張り頑張ってね、また素晴らしい週末を迎えていただければいいかなと思います。はいではね、最後なんですけど、皆さんよくご存知の曲だと思うんですけども、今日初めて、出しますよ、出しますよ、出せるのか、アンコールに新曲を。そうですよ、先週予告しましたからね、誰も覚えてないと思います。そうです、あの曲です、はい、皆さんよくご存じ、ダンスイクイン。Bye.
めっちゃ回ってきてますわ、めっちゃ飲んで入ります、